Ball breaks, Kyogo first time! Oh my goodness! That is absolutely world class from Kyogo! What a pass to Kyogo on the right foot. Back onto the left, Kyogo! Kyogo, you've made an incredible impact at Celtic so far this season, scoring 24 goals and creating chances as well. How do you assess your performances this season so far? まずやっぱりチームメイトのみんながすごいいいパスをくれるので本当にたくさんゴール決めれてますし、スタッフをはじめサポーターも皆さんも本当に心の底から応援してくれてサポートしてくれてるので本当に、感謝しかないです。なのでまだまだ成長したいなって感じてます。How do you see your role in the team, Kyogo? Like, what are the goals for the rest of the season? For example, can you hit 30 goals this season? そうですね。自分の役割はやっぱりフォワードなのでゴールかなって思いますし、まあ、先のことはあんま話したくないですけど、やっぱり大きな、まあ、30取れたらなって思ってますし、でもまずは一つ一つ練習から試合から丁寧に自分らしくチームのためにできたらなと思います。 It was a win at St Mirren last time out. You weren't amongst the scorers, of course, but were you pleased with the team's performance to come back from a goal down and win? そうですね、まあ、立ち上がりちょっと不運なところから失点してしまいましたけど、僕たちはやることは分かんないですし、90分通して自分たちのサッカーをやり続けた結果、やっぱああやって大差で勝つことができたと思いますし、まあ、どの試合も本当に重要な試合が多くて、自分たちは本当に試合を重ねながら成長できていると思うので、これからもみんなで成長していけたらなと思います。Your fellow countryman, of course, Rio Hatate, was recently named the Scottish Premiership Player of the Month. What have you made of his impact recently? やっぱり一人で違いを埋める選手だと思いますし、ボールを引き出すポジショニングだったり、パスも出せるし、シュートもいけるし、本当に何でもできる選手なので、一緒にプレーしてて心強いなって本当に毎回思います。A new striker has arrived, so new competition for you in O. What have you made of him since he arrived, and were you pleased to see him amongst the goal scorers at St Mirren? まあ、まず本当に彼がゴールして、ここの底は嬉しいですし、同じフォワードとしてやっぱり、これからいい、こう、2人で競い合っていい関係になれたらなと思いますし、まあ、彼は本当に体も強くて動けて、ゴール前でのこの力強さっていうのは、本当に僕にないものを持ってたりするので、僕も、なんていうんですかね、僕らしくやりながらもこう2人でこうお互いに出ればゴールを決められていければなって思います。And of course, it's been over a week now since the Viaplay Cup final. How do you reflect on that moment? Where does it rank in your career, Kyogo? まずはやっぱり、素晴らしい相手と決勝で戦えて、まあ、素晴らしい試合をして僕たちが勝つことができて、まあ、スタッフ、選手、サポーター、みんなこう一つとなってこう笑顔になっている姿っていうのを本当に、毎回見て、何度見ても本当に幸せだなと思いますし、選手としてああいう姿を見るために頑張ってきたので、何回、これからも何回も経験したいなって本当に感じますし、かといってやっぱレンジャーズさんも本当にいいチームで、本当にこれからまだ数試合やるので、僕たちも気は抜けないですし。だからこそ成長していければなと思いますし、僕ももともとゴール決め続けれたらなって思ってますし、あとはやっぱり、まあ、どの試合も本当に僕の中ではすごくいい思い出になる試合が多いんですけど、まあ、上位 5には今のところ入るんじゃないかなと思います。Hearts up next. You made your debut against them. You have a good record in front of goal against them too. It's the first of the double header as well this week.What challenge do you expect from Robbie Nielsen's side? まずやっぱりチームとしてやるべきことをやり通すことが大事だと思いますし、本当にいい相手なので、時には相手のペースになることはあると思いますけど、それでも自分たちを信じて、応援してくれる人たちを信じてやり続けたらなと思いますし、まあ、個人としてやっぱりゴールを決めてチームの勝利に貢献できたらなと思います。